おはようございます。釣り子 TV です。一つですね、流行りのルアー買ってきてました。これティムコの野良ネズミ940円で、カラーはですね、超かっこいい名前ですよ、ドブネズミ。いやー、これですね、釣り具屋さんで見かけていて、買おうか買うまいかずっと迷っていたんですけども、先日ですね、豊房ダムに行った時に先輩が、これ1個もらったんだよって言って、ちょっと使ってみようかななんていう感じで使っていたところ、横で見ていたらもう非常にいいんですよね。動画でもこの前ヒルに襲われた動画の中でギル釣れてましたよね。トップウォーターで結構針も埋め込んでいたんだけども、ギルのおちょぼ口がスポッと吸い込んでバッチリフッキングしてたってことで、これブラックバスが来たらフッキングものすごいいいんじゃないかなって思ったのと、その時ですね、お話しさせていただいた方が、今日どうですかなんて言ったら、もう5匹釣れましたよ。何で釣れたんですかって、全部野良ネズミですことで、いやー、実はですね、自分その日釣れなかったんですよね。何やってもダメで、まさかトップウォーターが効くなんてってもう想像もできなかったんですよね。ところが状況はそんなに悪くなかったみたいで、もう5匹釣れました。もう朝開始早々に一番最初それ違った時、あ、もう1匹釣れましたよって、何で釣れたんですか、野良ネズミです、でその後半日ぐらい経ってすれ違った時、その後どうですか、いや、もう5匹釣れた、何で釣れたんですか、もう全部野良ネズミですということで、買わずにはいられなくなったということで1個買ってきてました。じゃあ早速ですね、開けてみたいと思いますが、どんな感じでしょうか。パッケージもなんか結構いいですね、こだわりのパッケージ。はい、うわ、あー、そっか、あ、お腹の方こんな開いてるんですね。あ、結構自分身が詰まってるのかなと思っていたんですけども、この背中側のスリットだけじゃなくて腹側にもスリットがあって、でここは何でしょうか、張り持ちよくさせるためかな、結構1段階、深い、まあ、ここから針出すよって感じなのかな、こういう作りになっていて、ですごい動きで見ていて感心したのが、すごい小気味ドッグウォークするんですよね。ピシ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 ってすごい細かいスパンで、ネチネチとですね首振りして、でその時にこの尾っぽが追従して何とも言えない動きをしていて、それを見ていたのと、あとはですね、かなり飛んで奥の方行くんですよ。 PE ラインのセッティングだったと思いますけども、横目で見ていても、ああ、いいとこ決めるな、それは、あ、そんなところを滑ってっちゃうのっていうぐらい、こうパパパパパーってこう水面を滑って、最奥の、そこに入れられたら思わず食っちゃうでしょうっていうところまでルアーが常に届いていたなっていうのが印象的だったんで、以前見た時はですね、ちょっと視認性の良さそうな、あと好きな白いカラーなんていうのもあったんですけども、だいぶ人気みたいで、そういう白いカラーっていうのもとっくのとうに売り切れちゃっていて、この黒に赤頭のですね、ドブネズミ、このカラーを買ってみました。じゃあ裏にですね、結構面白い説明書きがいっぱい書いてあるので、ちょっと読んでいきたいと思います。スキッピング、エラストマーの浮力と弾力、そして突起物の少ない丸みを帯びたお尻は虫系ルアー史上最高のスキッピング性能を引き出しました。オフセットフックを使用することで対カバー性能も向上します。謎の黒い影の脅威から逃れ、茂みに逃げる野良ネズミ、命からがら逃げ出した彼を待ち受けていた運命は、こんなことが書いてありますね。で、アクション、虫系ルアーでは珍しい左右への首振りアクションを演出、ステージにはその尻尾がゆっくりと揺らめきバスを誘いますということで、また下にストーリーが書いてありますね。彼は安心しきっていた、もう脅威は去ったのだと錯覚していた。茂みから意気揚々と泳ぎ出す野良ネズミ、しかし
彼を襲う黒い影はゆっくりとだが確実に近づいていた。どんな方法を尽くしても贖うことのできない運命の時が来るということで、なんかストーリーが書いてあります。で最後美味、エラストマー素材は食感が良くバスが違和感を感じにくい素材ですでしたね。またこのバスの言葉が書いてありますね。バス、彼に人生の厳しさを教えてあげましたね。バスがそう語っているそうでございます。はい、水晶タックルは、ロッドがウルトラライトからミディアムライトのスピニングロッド&ベイトフィネス、ラインはナイロン&フロロカーボンの3から6ポンドライン、B だと 0.3 号から1号を推奨、フックセットはですね、オフセットフックの1前後推奨ってことで書いてありますね。まあフックちょっとこの後ですね、いろんなフック、特回引っ回しながらですね、バッチリ合うやつ探してまた釣れたらですね報告させていただきたいと思います。で注意で書いてあるんですけども、これ思わず自分なんかもやっちゃいそうなんですけども、エラストマー素材ですということで、普通のプラスチックワームと一緒にボックスの中に入れておくと溶けちゃいます。うん、これ結構自分それでワーム台無しにしたこと何回かあるので、これはですね注意。エラストマーですよ、他のやつにこの中にね、こう入れておくと溶けちゃうんだ、ドブネズミが。あまりにもかわいそうじゃないか、ただでさえなんかひどい運命を背負ったような感じで裏には書いてあったんで、他のワームと一緒に入れないでおきましょうということで、はい、こんな感じでですね、別のまあこの売っていたどうでしょうか、ブリスターパックに入れとけばいいかな、使う時だけここからこの部屋から出してあげればいいのかな。これなんか YouTube の動画で使えそうですよね。よく前ゴキブリを、妹に投げてみたとか、そんな動画とかいっぱいありましたけどね。これ、いっぱい在庫したら、うわーネズミ、小ネズミがいっぱいいたって言ってバーって女の子に投げたら大変な、事件になるんじゃないかなって、そんぐらいなんか、なんとも言えない感じの、ルアーでございます。はい。というわけでですね、早速、亀山ダムあたりがデビュー戦かな、そこら辺でオーバーハングの下にスキッピングで打ち込んでいきたいななんていう風に思って買ってきたんで、まあ近々ですね、頑張ってそういう感じで使っていきたいと思います。で1個あたりの重さは 4g ということでございます。はい、今日はですねそういうわけで、ティムコの、人気ルアー野良ネズミ、これを1ケース買ってきたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。